初彦が自殺した？え、便所さんが初彦が自殺したって言ってんだけど本当？え？辰彦に電話してみるか。辰彦。繋がんないね。辰彦どこ住みだっけ？辰彦どこ住みだっけ？なんか辰彦の家の住所わかる人いる？辰彦。辰彦。辰彦の家知ってる人いる？この中に。連絡つかねえな、確かに。安否確認行く？便所さん今放送中？便所さん今放送してる？今放送してんのかな？してない。やってない。一番儲かるサイトどこ？俺個人的にはツイフワッチが一番まだ売り上げ高いかな。俺個人はね。で、配信サイト別の売り上げランキングで言うと、ショールーム、ショールーム17ふわっち。ふわっち3位じゃなかったかな？確か、配信サイトは。売り上げ。既読つかねえな。辰彦どこだっけ家。辰彦こ自殺？配信者になろうっていうか、うん、なんだろう、配信者になるわけじゃなくて、なんか自分を知ってもらいたくてツールとして使い始めたのは。YouTube はやったことあって、ブログって時代でもないなと思って、あ、そうだ、生放送があるじゃんと思って。
一番仲良かった人誰だろう、達彦は。配信者では俺結構仲いい方だと思うけど、達彦の家誰が知ってるかな。ゆうゆうか、ゆうゆうに聞いてみる。まあ元奥さんに聞くのはあれかな、よくないかな。自殺って便所さんがツイッターでサブアカでつぶやいてるね、達彦自殺したかもしんねえつって、リツイートしとくよ。何なんだろう、昨日警察に便所さんには今連絡入れた、電話できますかって。家近いから俺行くよ、全然。養分が昼送った LINE には既得ついたんだ。なんか減らってるみたいだよね、奥さんのことで。まあ達彦めっちゃ仲いいかんね、全然家近いから行くよ。はい、LINE 来た。いや違うわ、人騒がせだな本当に。昨日配信中に自殺ほのめかして今日の飛び降りるって言ったそう。 ありがとう、ゆみちゃん教えてくれて。達彦嫁に DV してた、朝便所がやってた。いやそれは分からんけど、へいしっ、今便所さん向かってる、俺も行くか、心配だから。弁護さん向かってんの、恵比寿だっけ、行く、配信してる。弁護さんに和道も行っていいか聞いてくんね、俺も心配だから行っていいっすかって聞いてくんね、俺も向かっていいですかって。コメントで聞いてくんね、配信中だから。あ、いや自分で聞くわ。配信者が、ね、死んでやるやつって配信切ったら、誰かしらリスナーとか他の配信者が配信しながらとかさ、様子見に行くでしょ。でもそれ様子見に誰も行かないってことは、その程度の人間性なんだろうな。でドッキリ説はないと思うよ。今までもその死ぬ死ぬとかってやって、でなんか酔っ払って荒れて、なんか外で喧嘩してボコボコになったりとかしてるから、うん、だからコメント拾ってくんねえな、多すくて、誰も行かないのはちょっとどうかと思うよ。その周りの連中もそうだし、ダメだ、まあ、本人の人間人柄もどういうか全然拾ってくんねえわ。もう住所わかんないんだけど、どうすればいいかな。
行くか。ダメだ、弁当さん米閲覧多くて行ってく、行かないね。よいしょ。コメントが多くて拾ってもらえないね。メスメスしてさ、あ、ちょうだい。いや、生きてたかどうかわからないんだよ。とりあえず今日 LINE 帰ってこないから、うん、今とりあえず家で生きてるかどうか確認してみて。で、あ、隣のステーブルスリーに出るランさんですよ。うっす。マック大輔選手と、ね、対戦しますから。うっす。ね、紹介の。で、既読はつくみたい。セイジも LINE したんだけど、セイジも既読はついたみたいなんだけど、既読がついて無視されてるんだって。うん。俺も言ってもいいですか？ワードさんどこにいるの？ワードさんどこにいるの？うちら7時半ぐらいには到着予定。あ、LINE はお昼。養分はね、返事返ってきた。それとも既読だけ？あ、了解ですよ。記録だけなの。あ、記録だけついたの。なんか今日の昼の12時にそう飛ぶとかいうさ、ことを言ってたらしいから、まあ最悪ね、生きててくれ、生きてさえくれればさ、まあいいけど。およそ300メートル右方向です。どっかで合流できるかな。よいしょ。ちょっとじゃあ、メジロを入れます。でも電車で、あれだよね。近くのじゃあ駅を押します。まだ最悪生きてりゃいいけどさ。ステゴロ出るか出ないかの意思ははっきり聞きました。もう出ねえんだったら出ねえ、もういいし。いや、奥さんいなくなったからへこんでんだよね。それはっきり聞かないこともね。今日は辰彦の件あるから。どうすりゃいいんだろう。辰彦の家どこだ。向かうか。はい。あ、来た。ランさんは多分画面のコメント読めてないと思う。ちょっと老眼。ランさん、ちょっとごめんね。コメント入れるからね。ランさんはちょっとちょっともう老眼が来てるから、ちょっとこのスマホのコメントはちょっと読めない。俺も多分そのうち老眼来ると思うけどね。まだこの距離は一応ね、文字の大きさはね、一番でかく設定してるんですよ。はい。今日はランさんちょっと運転集中してもらって、たまにこう喋ってもらって、いやそうなんだよね、結局カマチョなんだろうけどさ、でもそれでこうやって振り回される人間がいるとさ、もう迷惑だよな。そう、去年なんかもな、荒野のこともあるし、なんだろう、別に他人だから辰彦酔って酒飲んだ。ちょっとじゃあ今から向かうか。他人なら死んでも関係ないけど、でもなんかやるときにね、止められればね、別にそれでいいから。ちょっとじゃあ俺向かうね。俺ちょっと向かおうか。
達彦の安否確認行くわ。ちょっと枠取り直す。枠取り直すわ。一旦落ちるね。ごめんね。お疲れ様です。枠取り直します。はい、皆さんこんばんは。和道です。今日は2019年1月の31日、18時49分です。なんか達彦が自殺したかもしんねえっていうことで、心配なんで今から向かおうと思います。よろしくお願いします。ちょっと電車移動になるから、ラジオ配信になります。すいません。いや、全くもうでしょ、本当に。子供じゃねえんだからな。行きますか。ちょっと便所さんに、最寄り駅教えてもらったんで、ちょっと行くわ。あいつには世話にもなってるしさ。子供じゃねえんだからな。そうそう、荒野とかロハコさんとかもいろいろあったのにね。行こう。2、30分着く。うん、マジマジ。昨日からそんな、昨日死ぬ配信やってんだよあいつ。ちょっと俺電車移動だからさ、悪いんだけど、あれになるね、ラジオ放送で。後で行けますから。達彦生きてんの？いや、生きてるのかじゃなくて、クソんないって話だから、ちょっと俺も言いたいことあるから言いに行くわ。いい機会だから。準備します。はい、和骨。音声問題ないよね？大丈夫だよね。ちょっと待ってね、準備だけさせてください。外配信用の準備だけさせて。いや、生きてる方がいいだろうとかじゃなくて、まあいいけど。子供じゃないんだからさ、勘弁してくれよって感じだよね。音声 OK。 はいはい。電波途切れたりしたら教えて。一応設定は大丈夫なはずだから。行きますか。じゃあ行くね。家出るわ。まだっていうか、まだ電車乗らないから、まだ映像でいっか。ちょっと映像に切り替えます。まだ映像で OK だね。ちょっと向かいますね。じゃあ行きまーす。なんか映像不具合出たら教えて。ああ、知ってる知ってる。いや、もう、便所さんがツイートした時点で行こうと思って便所さんに連絡入れてたんだよ、俺。うわ、雨降ってんじゃん。最悪。行きましょう。みんなも心配でしょ。中西マンとかもそうだしさ、最近多いよこういう人。行きます。駅に着いたら拾ってくれんのかな。どうでもよくはないよ。へいし、俺からしたら知ってる人なんだから、仲間なんだから、何回も練習やってるし、もともとワドリスなんだから。達彦の配信デビューも俺なんだし。へいし、バブー達彦ってコテハンつけたの俺だぜ。こんなんで責任感じるんだ。へいし、出た感音性鼻炎。
はいっす。電波悪い？嘘。電波悪い？ダメ？電波。辰彦と絡みない？サメさん辰彦と絡みあったっけ？ないでしょ。あったかな。一回あれか、スパーリングの俺の企画の時に顔合わせてるか。亀島さんは関係ないんだ。辰彦と絡みないし。ありがとうございます。ありがとうございます。書店さんいらっしゃい。電車乗るタイミングでラジオにするね。サムさん番なんだ。ホワイトバランスおかしい。まあ生きてたらいいんだ。
会社。
泡で爪に女キス凍りつく、あ、着きました。どうも、到着しました。どうもどうも、サビ前で着きました、どうも。レンドさんもう着いてますか？どうも、気をつけます。雨降ってますね。あ、ロータリーここかな。着いた、着きました。ちょっと一応辰彦の家個人情報もあるんで、このままラジオで待機します。今ロータリーにいますね、僕は。駅の特定とかされないように、ロータリーで待ってます。お疲れ様です。来ました。便所さん今どんな感じなんだろう。車ですよね、便所さん。ロータリーで待ってる感じです、僕は。よかった、先に着いてよかった。来ました。ちょっとすごいね、満員電車こんなぎゅうぎゅうなんだね。かわいそうにサラリーマンの人大変だよ。ありがとう、伝えてくれた人ありがとうございます。ありがとうね、電車バトしてくれた人。ちょっと漏れたぐらいかな、ピャンって言っちゃったかな、ちょっと、でもだいぶ抑えたから、ちょっと、叫んだっていうか漏れたって感じだったね。雨降ってるよ。雨の音聞こえない？着いた？どこだろう？ロータリーの一番最後の方にいるんだけど。あー、お疲れ様です。はじめまして。お疲れ様です。よろしくお願いします。あ、濡れちゃうんで。全然大丈夫です。はい。和道です。どうもどうも、よろしくお願いします。はい、お疲れ様です。お邪魔します。お疲れ様です。すいません、急で。便所さんありがとうございます。じゃあ こっちの枠切ります。ツイキャスで便所太郎さんが枠やってるんで、ツイキャスの踊る便所太郎さんの枠集合でお願いします。じゃあ皆さん無事ツイ